こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓ですツインソウルとツインレイなんとなく聞いたことはあるけれどツインソウルとツインレイってどう違うんだろうそもそもツインレイツインソウルって何ツインソウルとツインレイの2人が出会うことでどんなことが起きお互いの人生にどのような影響があるのでしょうか ツインレイとツインソウルの違いを3つの説と相違点、共通点からその本質に迫ってみたいと思います。ツインソウルとツインレイってなんとなくはわかるけど、具体的に何なのでしょうかツインソウルとツインレイの違いには諸説あると言われています。今回は3つの説について、 それぞれの相違点と共通点を見ていきましょうツインソウルは複数いると言われツインレイは一人だけだと言われていますツインソウルが出会うことでツインレイになるとも言われていますまたツインレイとツインソウルは同じ意味だとも言われていますではそれぞれの説について違いを一つずつ解説していきましょう 節その1ツインソウルが出会うことでツインレイになる幾度も生まれ変わり共に成長していく存在がツインソウル魂は輪廻転生を繰り返しすることで成長していくと言われているのですが幾度も生まれ変わるたびに出会い共に成長していくのがツインソウルですツインソウルは 使命を達成させるための究極の親友ツインソウル同士は互いに魂を成長させるためにそれぞれ使命を持っていてそれを達成させるために何度もリング転生を繰り返し何度も生まれ変わるたびにまたツインソウルと出会って一緒にミッションを遂行していく究極の相手なのですツインレイは 魂の成長の最終仕上げのための存在そして最後に出会うツインレイとの間には使命はなく愛を共有し永遠の魂を得られるといいますツインレイは最後の相手なのです雪その2ツインソウルは複数ツインレイはたった一人ツインレイは唯一無二の存在 ツインレイは、魂の成長の最終目的である、愛を成就させるために出会う、ただ一無二の存在であると言われています。ツインレイとの間には、魂の成長のための、試練はない。ツインレイとの出会いには、ただ、愛のみが存在します。愛に包まれる感覚が、いつまでも続くのです。ツインソウルは、 魂のの成長のために複数いるツインソウルは輪廻転生を繰り返しながら魂を成長させるために出会う必要があるので複数いると言われていて12人存在するという説もありますツインソウルと出会うと共にミッションを遂行するためにさまざまな困難に出会いますがツインレイは 最終的に出会う最後の人なのだと言われています。説その3ツインソウルもツインレイも同じ意味ツインソウルとツインレイは同じ意味だという説もありますツインソウルもツインレイも出会うタイミングが同じ魂の再会となる出会いのシチュエーションはツインソウルもツインレイも 同じでであることが多いのです。誕生日が同じお互いの誕生日が同じということもツインソウルツインレイにはよくありますシンクロすることも同じ感情や肉体的な痛みがシンクロするという面でもツインソウルツインレイは同じ経験をしますツインソウルもツインレイもほとんど 同じような経験をすることから言い方が違うだけで意味は同じだとも言われていますツインソウルとツインレイの違いにはそれぞれ3つの説があるということがわかりましたツインソウルは複数存在していてツインレイは最終的に出会うただ一無二の存在であること魂のレベルの成長のために 2人が出会うなどいろいろな説があることがお分かりいただけたかと思いますでは次にツインソウルとツインレイの共通する特徴にはどのようなことがあるでしょう一つの魂で結ばれたツインソウルツインレイが出会いどのような道を通り最終的にどのような目的を成し遂げていくのか 見ていいきたいと思います魂レベルで結ばれた双子関係もともとは一つの魂で一人の体を共有していたのですが輪廻転生を繰り返すたび再び生まれ変わる瞬間に二つの魂に分かれてしまうのです二つに分かれた魂は現世で新たな使命を成し遂げるために出会い さまざまな試練を乗り越えて使命を達成ししっかりと結び合いますもともとは1つだった魂なのですから現世では2つの魂であっても双子関係というわけなのですどちらも同じようなステップを踏むツインソウルツインレイは出会った瞬間にお互いに懐かしさを覚えたり ずっと前から知っているような感覚になると言います。出会った2人は1つになりたいという魂から溢れ出る思いで強烈に引き寄せられます。また体の不調や感情がシンクロすることも頻繁に起きます。この不調は魂を浄化するために起こるものなのです。感情も共有しているため。 同じ時に悲しんだりきんだりとシンクロを起こすこともあります。やがて互いのエゴがぶつかり合い別れを経験しサイレント期間を経て再び再会する時には浄化された魂はしっかりと結びつくのです。これらのすべての期間ツインソウルツインレイは同じタイミングで同じようなステップを踏んでいるのです。 お互いの魂を成長させるために出会う。ツインソウルもツインレイもそもそもの目的は同じでお互いの魂を成長させるために出会うのです前世からの結び合わせで出会う二人でなければ成就することができない魂の成長のためのミッションがありそれをクリアすることで二つの魂は覚醒するのです 覚醒するということは本来のその人の姿に戻ることで愛に満ちることなのですツインソウルツインレイが人生にもたらしてくれるものとは小さな幸せに気づける豊かな心です魂の浄化が進むと困難な状況からも解放されていきますさまざまな困難に直面し 自分を見つめ直すたび心が豊かになり今までとは違う角度からいろいろなことを見れるようになっていきます今まで気づけなかった小さなことに感動したり人によってはそんな些細なことでと思うことにも幸せを感じたり感謝の気持ちが芽生えるはずそれらすべては必ずツインソウル ツイインレイの存在があってこそ、すべては二人で乗り越えていくことで得られるものなのでどちらかがつらい時にはポジティブなイメージで相手をフォローしながら共に進んでいきましょう以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますねチャンネル登録もよろしくお願いいたします